ではね、今日はここ前回ね、ゴルドンがねぶち抜いたこの大穴降りて、ダイヤモンドをね、ダイヤモンドを探しに行くっていう感じですね。まあ行きましょうか。早速、これどんぐらい深いのこれ。とりあえずマントがあるから、マントを使って、まん、うわ、ひやー深っ、行くか。おっ、え、これ結構むずないこれ。あ、何もしなかったら普通に何もしなかったら普通にこう下れるんだね。はい、ちょっと、あっぶねえ、待って待って、あっ、なんて、どうやらこの熱はいろんなものを燃やしちまうらしい。風のマントもダメみたいだな。早く言ってくれない、そういうの。きっとこの先だ。ひとまず置いてある明かりに沿って進んでみようぜ。はい、まあ、マグマだからね、落ちるわけにはいかんよねこれは。あー、ちょっと待って、えっとどういうこと、どういうこと、どんどん足場がなくなっていっちゃうんだけど。このちょっと待って、これ一回壊してみようぜ。これは何、何ブロックこれ。マグマ、マグマ岩、マグマ岩だった。多分これが崩れちゃうんだろうね。取っちゃうよ。ちょっとご飯食べておいて、明かりに沿って、向こうか。なんだ、メーダか、メーダ。ちょっと待って、落ちても大丈夫説ある、これ。落ちても大丈夫説ちょっと浮上してきた。あ、ダメだまあけどそんなに食らわないね。もっと食らうと思ってた。その火属性やられみたいなさ。届かない、そこまで痛くはないから。落ちても大丈夫だね。5とかしか食らわないもん。ほっ、本当にここ使えない、ダメだ。そういう感じ。まあまあそこにいたまえよ。あそこの岩には簡単には飛び移れそう、飛び移れそうだな、なさそうだな。足場を作るのも面倒だ。俺たちが渡る時だけでもマグマを冷やせばいいんだけどな。ああ、水、しかし溶岩は時とともにまた流れゆく。ここのこと？ちょっと待って、こっちは何？こっちは、水を用意してくれてるわけだ。なるほどね。まあ、水持ってるからねって。ちょっと倒そう。ここに流したらいいのかな？あれ？あれ、壺は？ちょっとあれ、壺がない。まあいいか、なんかよくわかんないけど、なんか壺が出せないんだ。壺が出せません、なんか。いいや、どっちに進むの。あ、向こうか。もうこのゴリ押すしかないじゃんこんなん。ちょっとでも、よし、これちょっとでもね、稼ぐ。ちょっと正規ルートじゃない、正攻法な進み方じゃないけど、壺がないんだもんだって。壺紛失しました
ちょっと、ちょっと、登れ、やばい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 、回復しよう。これ遠いな、いける、俺ならいける。よし、こっちだよな。まあ最悪足は作ればね、別に問題ないもんね、これ。うん、そうだ、足は作ればいいか。すごい、土がさ、土が、土っていうかこの砂漠のやつが溶岩に触れるとさ、あぶねえ、深いし、これあの水と違って、水と違って、そのなんかジャンプ、何回もジャンプすることが許されないわ、ここ溶岩は。一回落ちると、だから落ちたらもうすぐに土積んで登るしかないね。うわ、向こう絶対なんかあるやん、こんな向こうなんかある、もうなんかしかないやん、もうあっちは向こうなんかしかないと思うねんけど、行くよね、もう行っちゃうよね。どっちから来た？向こうだよな。こっちに道とこっちに道、じゃあ左から。あ、つながってそうだな。攻撃すんなよ、そうなるから。シド頼む、やってくれ、いけいけシド、どうぞ。ジャンプ。進んでいきましょう。水がなけりゃ土を使えばいい。確かマリー・アントワネットもそんなこと言ってたよな。土、水がなきゃ土を食べ、水がなきゃ土を飲めばいいって言ってたわな。そういえば見習わなきゃ。敵が集まってくる前にとっとと行こう。ちょっとこれ高さがある、高さが出てきてるな。一段高くなってんな。うん？似てるだけか、似てるだけ。こんなに水あっても汲めないしな。でけえのがいるな。ちょっと待って、ダイヤモンド探しに来たんだよね俺は。まあまあまあいいか。まあとりあえずあの明かりの方向と、あとあのどう考えてもやばそうなあのでけえのをやっちゃおう。ちょっと待って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 くれ待ってくれ待ってくれ一回左、ちょっと待って待って、何もうやる感じなのそれ。ちょっともうやる感じそれ。ちょっと待って、
これ一回まっすぐ行って、急げ急げ、俺急げ、まっすぐ行ってまっすぐ行って、よし、こっちからの方が近いよな。よしよしよし、こっからまっすぐ行くよ。危ない、ちょっと裏通っていくか。ジャンプジャンプ、壁作れ壁作れ、壁作って壁作っていこう、壁作っ、うん、お待たせ。はい、もう許さん、こいつだけはもう本当に本当に許さん。おいつでも必殺、いつでも必殺撃てるぜ。あと指導、お前の気持ち、お前の気持ち次第だ。ザコが弱かったってことはこっちだよね、絶対。キノコは持って帰っとこうか。ちょっとなんか食料が減ってきた気がする、だいぶ。あいつは倒す。よし、あ、もういい。あ、そうか、ドラゴンキラーになったからなんかえらい強くなった気がする、えらい強くなった気がする。どっちだどっちだ、左が正解っぽい、右から行ってみたい。何ですかここは、何ですかここは。トロッコが、ああ、まあまあ一回戻ろう、一回戻って反対側見てみよう。一回戻る。はあ。こっちかな、多分。向こうはトロッコ、線路なんか組んだらなんか上上がれそうだったけど、多分こっちかな正解は。ちょっと怖いからとっとと渡っちゃうぜ。これあのノックバックで落とされるのが一番怖い。なぜダメージゼロ。え、ちょっと待って、フレームダメージゼロなんだけど。ハンマーか、ハンマーでもない。もしかしてさ、水かけろとかそういうタイプ。壺ないんですけど、壺がないんですけれども、フレームにダメージが与えられない。お、これまだ触れてないよな。よし、ビジビータ、なんか神殿的なやつがある。あれ、俺ダイヤモンド探しに来たんだよね。うん、前に誰かが言ってやがった聖堂、うん、それにしてもなんだか不思議な場所だ。懐かしいような落ち着くような妙な気分だぜ。ん、あの像、火吹くやつじゃないの、あれ欲しいんだけど。これ火吹くやつでしょ。ほら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 、ちょっと待って、向こうに一回渡ろう。壊せるよね。
せない。まさか人間たちがこのようなところまで来るとは。そうか、そなた地上で物を作っている連中の仲間だな。住人が愛し何より輝いていたものはメドーサボール様が維新したはず。そなたたちはまだ希望を捨てられぬのか。よかろう、では我々が直々に絶望を与えてくれよ。ドラゴンキラー、ドラゴンキラーなんで、私の武器ドラゴンキラーなんで任せてください。ちょっと待って、魔導士から倒すべきだよな。ちょっと待って、ややこしい、ややこしい魔導士は。重力が下がった。ノックバックがひどくなったのか、これ。なんかすごくジャンプ楽しいんだけど、この重力下がった状態になったから。硬いな、結構。全員硬い。必殺ゲージとりあえず貯めようぜ。まだ溜まんない。首をはねろ、炎。痛い。おっ、溜まった溜まった溜まった。ちょっと待って、こいつ生きてんの？あ、生きてるわ。行くぜ、指導行くぜ。こいつが撃った、こいつが撃った後、こいつが撃った後にここヘッドスタン。いや、生きてる。あ、肉。うん、しかし面白い。そなたたちはどうやらこの世界とは別の、うん、はい、運命に身を委ねよう。の髪を。ん？破壊し指導よ。これ気づいてどっか行っちゃうとかあんのかな。確か記憶喪失だよね。うん、悪しき魔物たちを打ち倒したのは素晴らしい。破壊神の名にふさわしい働きです。何度も言わせるな、俺は破壊神なんかじゃない。人も魔物も神ですら、運命からは逃れられません。あなたが破壊の神であることも定められた運命。うん、破壊の神よ、あなたは滅びゆく世界を救う希望なのです。はあ、まあけど最終的にはさ、まあ大体こういうパターンでさ、途中で指導がおる、なんかその結局闇の力にこう吸い込まれて、で闇落ちして、でそれをよし、指導は本当は心優しいやつなんだ、助けに行くぞっていう流れ、大体そうだから。このプレート欲しい。よし、でダイヤモンドだよ。あれは壊せん。邪神像だ。怪しい。何もない。何もない。あれ？ちょ、話聞いてなかった。うん。笛吹いてみる。そっちだ。こっちの方だ。
遠く遠いんだけど、まだに暗くてなんかすごいすごい大穴に見えたけど、ただの壁だったじゃあ一回さっきの分かれ道まで戻ってみるか。とりあえずね、とりあえずここなんか倒したし、この線路を取って、何これ、でトロッコを取りまして、でここ組んでいくから、線路そもそも結構余ってた気がする。線路40個、これ何、これ古びた本、じゃあこれ置いていきましょう。あ、もしかしてこれあれ、小さなメダル的なやつか、もしかして小さなメダルのやつかこれ。ぽいな、小さなメダルのやつっぽいな。不思議な力に阻まれる。土は置ける。土も置けない。じゃあ一回ここでトロッコ乗ってみるか。トロッコ、これをどけやお前。もうこのシステムマジでさ、指導が後ろにいるせいでさ、丸ボタンを押したらさ、これ良くないよね。これちょっと、これこれちょっとその考えてください。これビルダーズの開発者の皆さん、こういうことが起きています。今僕が今こうやってトロッコに乗ろうとして丸ボタンを押すと、シドウ君が喋りかけてくれる、なんかそういう感じになっています。今こう丸で乗らなきゃいけないのに、こう近すぎてこうやってちょっと前に出ちゃうと、話しかける形になってしまいます。いけー、やっぱこっち、ここなのか、ここがダイヤモンドの感じか。これはこれいかにもだよね。食らない、松明あったよな。松明不足。ちょっと壁掛け、何この石、この黒いあれ、あれかな、黒曜石みたいな。あ、黒曜岩です。家庭オッケー、ダイヤモンド発見しました。よし、とりあえず10個ね。もう10個どころか、もうあるやつ全部持って帰るけどさ、ダイヤモンドだぜ。だって全部もらうよこんなの。
ゴルドンに装備させる御鏡のコテをひらめいた。御鏡のコテ、まあ、集まったけどもっと欲しいよ。エテはもっと欲しい。ダイヤモンドは山だ、あるはずだ。反応なし。御鏡のコテ、ダイヤモンドは一回生成するのか、しない。これ作っちゃう。てててて、よし。ほんで、おっさん、エイジさん、ダイヤモンドを見つけてきたんですね。ギャーその輝き、この香り、ああなんて素晴らしい宝石なのかしら。そのダイヤモンドはゴールドン酒場の最後の仕上げに使うんでしたよね。では我々が最後の設計図を完成させてしまいます。それまで少しお待ちください。待とうか。どんぐらいできてんの？もうけどすぐ完成するっしょ。あ、そうそう、ちょっとね、ここの端ね、あの枠つけました。枠を。これで危なくない。おお、もうほぼほぼ完成だけど、まだなんかゴーレムのちょっと頭の部分が米粒みたいになってるね。米粒的なやつになってんね、これね。手伝ってあげる？手伝ってあげてもいいよ。働け。ちょっとうんこ調達して、どんだけうんこすんねん、ここのやつが。うんこ野郎が今叩いちゃうと全員降りてきちゃうからなやめとこう、叩くのはやめよう。こっちからもスッと上がれるようにしときたいよな、ここから。なんかブロック、このゴールドブロック使っちゃうか。使っちゃおう。ここ一段下げて、できた。すげえ。
まあちょっと待って、ここを完成させてからな。どう、いいんじゃないこれ。ここもちょっと金にしたいけど、一旦ね。すげえじゃん、すげえじゃんこれ。めちゃめちゃゴーレムやん。目がないけどね、目がないよね。ハゲおっさんどこだ、ハゲおっさん集合。あ、いた。うん、はい、完成はめでたし、今すぐ仕上げに入ってほしい。だがしかしその前に聞いたぜ。ダイヤモンドを手に入れて、三鏡のコテをひらめいたって。しかもそいつはゴールド用の装備品らしいじゃねえか。まったくビルダーってのがどこがあればすごいな。それがあればメドーサボールとも戦えるぞ。うん、作ったべ。うん、はい、あ、装備ね、オッケー。圧巻だな。うん、これ三鏡のコテです。装備してください。どこに？まあ、コテっていうぐらいだからね。ああ、そういうタイプ。あ、そういうタイプ。思ってたよりかっこいいんだけど。何？なんかいるじゃん、盾を構えたモンスター。なんだっけあれ、シールド、ビッグシールドガードなんじゃなくて。オーガ、シールドオーガだ、シールドオーガだったから。ああいうタイプいいよね。このタイプ好きな、タイプ、かっけえな。でも俺人間信じる、人間夢見ない、ダメ、人間物作らないダメ。メドーサボール倒せばきっとペロの石が溶けるはずだ。その時来たら頼むぞ、頼むな。よっしゃ、うん、ゴールドラッシュが戻るだろう。メドーサボールは教団から派遣されたこの島の総督だ。奴を倒すことがこの島、が島の解放にもつながる。ところでね、設計図は全て完成したはずだが、何か足りない気がするのは俺だけか。うん、いや目でしょ絶対。目ん玉がない。ゴールドンヘッド、金とダイヤモンドで再現したゴールドマンの頭部。うん、うん、しかーし、うん、ゴールドンヘッドだから、そこのゴールドマンの首跳ねてそれをはめ込めばいいんです。皆さん取り掛かりましょう。はい、ゴールドンヘッド、あと何もマーク出てる人はいない。作っちゃおうか。じゃあ、これ金レンガの壁とだ。2個作って、あ、ダメだ、1個にしとこう。ダイヤモンド足りなくなったらあれだし、1個にしとくわ。ちょっとビビった、ひよった。
でかい。想像してた、想像してた5倍でかい。想像してた5倍。いい感じに合って、なんか顔だけでかいゴールドマンみたいな感じにしたい。顔だけでかい。はい、行きましょう。もうつけちゃうぜ早速。でけえなこれ本当。目の部分だけ作るんかと思ったらもうごとだったね。ごとあ、2マス分あるってこと？ん？こうか。あー、なるほどね。できたよ。完成。皆の者よく聞け。これよりメドーサボール討伐作戦を開始する。この酒場なんだか俺に似てる。似てるも何もそれがモチーフだから。バカなのかい君は。そして襲ってきたところをみんなでぶっ倒せばゴルドンの力も戻ってペロの石化も、を解いてやれるわけだな。魔物が来ても怖くて逃げ回ってました。しかしこれからは私も戦います。誰あろう娘のペロを助けるためだな。これまあこれミスってんね。これね多分ね、これ文字ミスってんね。誰であろうだよね多分ね。誰あろう娘のペロを助けるため誰あろう。ペロちゃんのためだもの、私も魔物と戦うわよ。おばさんもう逃げないわ。おいらも戦うぞ。おいら魔物恐怖症だけどペロを助けるためなら何でもするぞ。My sweet honey。 ちょ、おっさん燃えてるぞそれ。おっさんもうバキバチに燃えてんぞそれ。もうやけどじゃ済まないぞそれ。もうどこだ。あ、戦いが始まるのか。オッケー。じゃあ一回区切るかなここで。一回区切って次はこれはもうメドーサボール戦でいいのかな。
うん、多分そうだよね。はい、ということで次回メドーサボール討伐大作戦開始します。はい、では一回区切ります。ご視聴ありがとうございました。